はい、どうもこんにちは、クレイです。プロスペースやっていきましょう。というわけで今回はこちらでございます。はい、ということでもう暴走モードでございます。グレードアップスカウト2周目いきましょう。ということで今3本連続で動画を撮ってるんですけれども、まずグレードアップスカウト1周目撮って澤田選手出ず、でミキサーの動画撮りました、澤田選手出ずということで、もう行きましょう。もうここで引きたい、どうにか。澤田選手は絶対チームに必要な存在なので行きます。はい、まずグレード1。いやー、もう筒香選手の時だけにしようと思っていたんですけれども、まあ、ちょっと澤手選手に関しては全力でいかないと後で後悔しそうなので、ここでいきましょう。ただ、まあ難しいところではあるのが、そのなんだろうな、まあ、澤手選手が出なかった時ですよね。まあ、ちょっとそのことは考えないでおきましょうちょっと怖いけど。お、グレード2でAランク以上来た。お、Sランク来た。よっしゃ、いやー嬉しい。グレードアップスカウト確定以外で前回は出なかったので、ここで S ランクは嬉しい。さあ誰が来るか。おお、田中康介、いいですね。広島田中康介選手来ました。まあ、ちょっと使うところはないとは思うので、ショートもね今かなり難しいところであるので、今松井和夫か坂本かっていうところになってきてるので、まあ、一応今現状 DH で松井和夫を使って両方使ってますけれども、まあ、ちょっとこちらはミキサー用意にしたいと思います。いやでも嬉しいですね、グレード2から出てくれるのは。グレード2から出るのは嬉しい。さあグレード3いきましょう。まあ、前回1枚だけだったので、確定分の1枚だけだったので、どうにか何枚か S ランクをください。まあ、それか A ランク武田翔太選手が来ればもう万々歳でございます。もうそう、そこがね、グレードアップスカウトは自チーム A ランクがもらえる枚数が多いので、まあ引こうかなっていう気になるところですよね。さあグレード4いきましょう。ただもう正直1回この2周目で暴走モードは解けます。はい、もう出なかったらここで一旦やめます。まあ、その後は、まあ、一旦ちょっと落ち着いて考えます。はい、3、4枚目で終わりと。摂津選手が連チャンで出ましたね。さあグレード5、 A ランク以上の自チーム選手1人確定。ここで武田翔太選手が欲しい。いきましょう。さあ来い。演出はないから A ランク演出で銀次3、4、5、6枚目で A ランク武田翔太。中村晃本当によく出る。こんなにいらない中村晃選手は正直。まあでも一応ミートパワーどっちも狙えるのかな。まあいいでしょう。はい、でグレード6いきます。 A ランク以上の2チーム選手2人確定。さあまずは武田翔太選手を当てよう。まあ、前回はこんな感じで筒香選手の A ランクも同時並行で狙ってましたからね。まあ、あれはかなりメンタル的にしんどかったな今思うと。S ランク演出はないと。3、もう武田選手が来てくれれば万々歳。7枚目、 A ランク森、あ、森選手もまいですね。じゃあ称号用に使いましょう。で上福選手、さ1周目と同じ組み合わせだな。なんか1周目と同じ匂いがするぞ。まあいいでしょう。さあということでグレード7いきましょう。新選手1人確定。ここだな。まあ、最悪外したとしてもマーティン選手が欲しいです。いきましょう。外したとしてもマーティンが欲しい。いきます、勝負のグレード7。2枚ぐらい来てくれてもいいよ、お願いします。さあ3枚目、4枚目、おお B ランクも追加されてるっぽいな。結構ニューが出てる気がします。8枚目で A ランク伊藤選手。9、ラストですね。澤手選手頼む頼む、澤手来い来い来い、カミネロ。はい、ということでカミネロ選手でした。神野選手も限界突破厳しいし、能力的にも正直微妙なところもあるので、9位 A 乗ってたらまだしもね、ちょっと球種も少ないですし、ちょっと難しいかな。はい、ということで、まあ、今回も澤田選手は引き当てられずというところでございました。グレードアップなんか相性悪いな、ちょっと最近。都合選手の時は4周しましたが 30% が結構引けないですね。ということで、まあ、今回はねグレードアップ2周目引きましたけれども、狙いの澤田選手は出ませんでしたという動画でございました。まあ、ぜひとも残念、澤田選手残念ということで、グッドボタンとチャンネル登録を押していただけたら嬉しいです。
また今回もねちょっと引き当てられませんでしたが、また次回応援のほどよろしくお願いします。それではまた次回のプロスピースの動画生放送でお会いいたしましょう。さよなら。